母さん尊い、ありがとうございます。猫キャットさんハート、ありがとうございます。今日は早いですね。そうかそんなこともないと思うかな。猫キャットさんハート100個、ありがとうございます。ニコラスさんかわいい、ありがとうございます。レイブドモントさん、ダーさん、ニコラスさん、服ありがとうございます。別に私はいつも同じ時間にやってる感じはしないけど、どうなんだろうね。ま、関係ないんじゃない。猫キャットさん、ライフハートありがとうございます。前髪いい感じ、ほんまに。なんか前髪ってすごいすぐさ量減るくない？増やしました、量。すぐどっか行っちゃうんですよね。なんでなんだろう。早くリセットのユニット見に行きたい。ユニットしか見に来ないんですか？ユニットだけ目当てにされてもなって感じです。本編もちゃんと見てください。いや見るんやろうけどね、さすがに。でもメインはユニットだけじゃないんですよ。本編も大事なんですよ。ユニットと同じくらい本編も楽しみに来てください。ニコラスさんハートありがとうございます。ニシプーさん服ありがとうございます。だって本編を見てたから。うわー、もうそんなこと言っちゃうんだ、そんなこと言っちゃうんだ。へえ、鍵穴だけ聞きに行くね。もう潰すわ、上からペンって勝手にしろ、勝手にしろ。もう帰れ帰れ。じゃあ本編始まった、さよなら。分からん、私こういうノリ好きやないねなんか分からないんだけど、申し訳ないとか思わないのかなって思っちゃうまあでも何言うのも自由なんでね、止めはしませんけど。乗らんよ私は。ひどーいとか言わないです、最低くらいもうやめてください、ちゃんと全部見てくださいよーとか、そういう感じじゃないですね。すいません、させん。コウメさん服ありがとうございます。明日ももこちゃんお誕生日だけ、ももこちゃん二十歳おめでとうって言ってほしい。画面をふがさして、いいよいいよいいな、仲良しやん。いきますよ、いいかな。ちょっとじゃあ一回押してもらって、はい。ももこちゃん二十歳おめでとう、ハッピーバースデー、イエーイ軽っ。ニシプーさんペンライトありがとうございます。フランさんかわいい、ありがとうございます。当日に来たらな、もうちょっと真面目に言いますそう、このショールーム上で今日誕生日なんですってこう言っていら言われたらもう真面目に言います。真面目だ、素敵な一年にしてねって感じになりますね。なんであの今日誕生日ですよって人は言ってください。随時受付中です。ゆかりんさん服ありがとうございます。明日当日なので真面目にお願いします。え、明日お誕生日の人いっぱいいるんですね。明日行ってください。あ、お誕生日おめでとうございます。あとで、あともう2時間あと2時間。先月誕生日でした。そうですか、それはもうダメですね、やっぱ無理ですね。そんなこと言った私もうだって8ヶ月、いや10ヶ月前くらい誕生日だったし、そんなことね言ってたらもう私はもうショールームなんだ、あ何月何日お誕生日おめでとうございますとか言う続ける配信になっちゃうので、そうですね、まあ当日とかに来てくれればですねって感じですね。そ
うですね、そりゃそうですね、そんなね、もう何ヶ月も前の話されてもねって感じですよね。あと普通にね、その配信面白くないんでね、来週から何とかする、何するんやろ何するんやろうな、全然わからんな、一番大事なところが見えんな。カレー作った作ってへんけど、4日前誕生日でした。なんで4日前に言わんのもうこれも飽きました、もう終わり、はい終わり、もうこの誕生日の話終わり。惜しいよな、このな、過ぎちゃったやつ惜しいなと思うよな、まあ、未来の話なんかその時言ってくれって感じなんですけど、昨日だったんですとか、あの明日なんですけど明日は行けないんですとか言ってくれたらなんか、あそうなの、あうんどうってなるんだけどさ、来年チャレンジしてください。忘れてますけど私、来年の時に人の誕生日は無理なんだよね、苦手なんだよね、全然覚えられないんだよね。あのさ LINE にさ、なんかもうすぐ誕生日の友達みたいなのあるじゃないですか、あれに出てきてくれたら私も祝うんですけど、そうですね、友達にもお祝いしないですね基本的に、この言われないとわからないっていう、0時に誕生日おめでとうっても送ったこと多分ほぼないですね。あたまたま妹の誕生日にたまたま0時に LINE 開いたから LINE 送りました、それくらいですかね、本当にないですね。さすがに家族の誕生日は覚えてるけど、友達はねごめんなさいって感じですね、つまんな友達。若にゃんの料理を食べたい人生、あ無理だね、つまんね、無理だね、もう無理だね、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 なんとか交換してください、 LINE かな、あ無理だね、絶対ブロックするわすぐ、やだやだ絶対やだ、てか私の LINE あるじゃないですか、公式 LINE、 あれで我慢してください。今日誕生日の子インスタだけしか知らんからさっきおめでとう送った、いいやん、そっか、 今の子ってインスタ先に交換するらしいね、知ってた、なんかクラス LINE みたいな感じじゃなくてインスタから先に登録して友達になるんだって、やばくない、めっちゃ現代だよね、私は無理ですね、うん、私があの何もしなくてインスタ普通にしてて、なんか友達になりたいから LINE これで追加してくださいってこうやってまたまたブロックしますね、あ無理かなと思って、あちょっとそういうの無理かななっちゃうね、絶対置いてかれそう、私がもし普通の今高1とかだったら置いてかれると思います、もう流行りに乗れない。ニコラさん、みかんありがとうございます、髪いい感じじゃない、ほんまにありがとうございます。そうらしいで、怖いよな、でもだってなりすましとかできるやん、なんか LINE の方がもうちょっとなんか守られてる感あるよな、ちょっと違う、オープンじゃないやんか、でも最近ちょっとオープンやけどな、オープンチャットみたいなのがあるけどさ、な でもさ LINE がさもしさバレたらさ、こう勝手にさ追加した人ってバレるやん、知り合いかもみたいな、私もう晒し上げるわそんなのされたら、マジ人間不信かもしれん、ほんと多分クラスラインも絶対今追加せん、だからクラスラインの時の終わったと全員もう消してたもんな、でも昔はめっちゃ見てたけどな、 LINE のなんかコメントみたいな、一コメみたいなやつあれ見てましたねよく、でそんなこと書くんやブブブブブみたいなやってましたね、最低ですね。牛坊さん、だるまたくさんありがとうございます、グループ多いのなんか嫌だから定期的に整理したくなる、私結構グループ取ってありますね、でもほんまに多い、49個もあったなんかこう断るごとに作っちゃうんですよねグループ、
マジで知らんグループ出てきた。けそう。そうですね。結構作っちゃうタイプですかね。なんか便利ですね。でも本当どれがなんだか全然分かんなくなっちゃうっていうのはあるあるかなと思います。結構何かに遊びに行くときに作るみたいな、やっぱ現代語なんですかね、皆さんとは違うので。結構活発に使っちゃうタイプですかね。そんな感じだね。うん、メンバーに会いたいな。なんか会いたいなと思う人、メンバーと家族以外に誰もいないんだけど大丈夫かな私。メンバーに会いたいな。一日会わないだけでマジでなんかすごい寂しくなる。穴を埋められるのはメンバーしかいないんだ。私にはメンバーがいればいい。もう依存依存。あ、ちょっとやめて。本当にピエンピエン。皆さんと違ってって、あ、気に障りましたか、すいません。うん、いいですね。アルタン卒業あと1週間ちょいなの信じられない。そうだね、でも早いね。全体的に早いな、時が過ぎるの。やべえやべえですね。待って、時の流れが怖い。わかる、早いよな。ヒューンと過ぎていきますね。なんですか？やべ、ちょっと待ってくださいね。少々お待ちを。守りたいし、なあなあなみあいなみゅ。リンリの鐘がリンリンリン。危険な大きな分の。お、214日だ。ちょっとお待ちくださいませ。ノグヒン捨てない僕らには。オッケー、214日です。わーい、猫キャットさん拍手ありがとうございます。ニコラスさん拍手ありがとうございます。猫キャットさんだるまありがとうございます。
すいまへん、今日はもう終わりにします、ごめんなさい。ランキング読みます。13位ぷくぷくさん、ありがとうございます。12位レイブドモンドさん、ありがとうございます。11位ニシプーさん、ありがとうございます。ずっと口の皮切れてた。10位クラインさん、ありがとうございます。9位トミョさん、ありがとうございます。8位ユカリンさん、ありがとうございます。7位ナカさんさん、ありがとうございます。6位ウノッピさん、ありがとうございます。5位フランさん、ありがとうございます。4位ダーさん、ありがとうございます。3位ニコラスさん、ありがとうございます。2位ヨシボウさん、ありがとうございます。1位ネコキャットさん、ありがとうございます。わーい、皆さんありがとうございました。じゃあねー。